はい、じゃあ始まりました、ハイチのダラダラジオ第133回です。で、今回テーマね、生放送でもさせてもらってますけど、平成27年度卒業式ということでお送りさせていただいてます。現在200人ということでね、皆さんありがとうございます。で、今回そこにも書きましたが、みんなに伝えたい素直な気持ちですね、それを喋っていきます。これをね、生でするって決めたのは結構前から決めてたんですけど、何喋るかって考えるじゃないですか。で、やっぱさ、どうせやるんだったら、しかも生でやるから、どうせやるんだったらためになる話とかさ、やべかっこいいって思ってもらえる話をしたいんだけど、多分それって違うなと思って、だからあまりこう喋ることを決めずに、今回は本当に今思う気持ちを、そしておそらく感謝の気持ちが強いから、みんなに対してその辺を言えたらと思ってますので、まあ、約15分ぐらいですかねになると思うんですが、よかったらお付き合いください。ということで、じゃあ改めて、卒業生の皆さん、おそらく生放送で小学校6年生はいないと思いますけど、中学校3年生、高校3年生と、であと自分のユーザーの方の中では大学生とか、あとは看護学校の方とかもいらっしゃるんですけど、まず卒業生の皆さん、本当にね、ご卒業おめでとうございます。どうでしたか、この学校生活。おそらく楽しかった方もいれば、こう、まあ、辛い思い出がある方も多いと思うんですけど、ひとまずまあ3年間4年間6年間わからないですけど、それぞれのこう過ごした日々がみんなにとってね、こう後々振り返った時に良かったなって思えるような生活だったら嬉しいなと思います。まあ、自分の場合なんか特にそうで、俺はまあ中学校、まあね、こうダラダラジオよく聞いてくれてる方は知ってると思うんですけど、まあ、自分はね、中学の時ちょっといじめ受けてたとこもあったんで、すごいもう中学校なんても嫌だったわけですよ。卒業ハッピーだったからね、さっさと辞めたいみたいな。でも振り返った時には笑えるし、だからみんなにとって特に辛かった思い出が大きい方にとってなんかは、いつか振り返った時に笑えるような日々になったらいいなと心から思います。で、今回ね、そう、今何伝えたいかなってこう心の中を探るわけですけど、一番俺がみんなに願うことがあって、それはすごいシンプルなことで、特にまあ自分のユーザーの方は中学生が多いからさ、15歳でしょ、ほとんどの子が14歳、まあね、誕生日来てなければ14歳だけど、15年生きてきたわけじゃないですか、約で、これから先何十年も人生が続くわけですよ。とにかく人生楽しんでください。おそらくまだ夢を持ってない子、目標が決まってない子の方が多いと思います。俺も15の時決まってなかったし、なんもわけわかんなくて、でただ単にわかんないから普通科の高校行くみたいな感じで進学してたんだけど、いつかみんなが夢を持ったり目標を持った時に、それを誰かに言うじゃないですか。夢は絶対言うんだよ、絶対口に出すんだよ、みんな。いい？自分の心の中に留めない。ただそれを誰かに言った時に、100人に伝えて100人は応援してくんないんだよね。その夢をバカにしたり蔑んだりする人が出てくる、足を引っ張るようなことを言う人がね。でもそんな言葉に気にせず突き進んでほしい。そんな夢叶わねえよって、何夢みたいなこと言ってんのみたいなことを言われたとしても、それはみんなの夢だもん。みんながみんなの気持ちで決めたことだから、それを他人がバカにする権利なんて絶対にない。もしそれでもバカにされるんだったら、俺ここの YouTube に絶対いるから。 YouTube がなくなったら違うところにいるから、絶対に配置として勉強動画配信してるからさ、俺のとこにおいで、絶対応援してやるよ、その夢。俺が YouTube に始めた時ね、まだ YouTuber なんて言葉もなかったし、あの頃は
で、まあでもね、こうちょこちょこと人気のある人が出てきてる時で、やっぱり今でもそうだけど、YouTube っつったら面白いものがあるじゃないですか。ね。見て楽しい、笑える動画とか、まあ、商品紹介だったりとか。他はあとはね、好きなアーティストの PV 見たりとか、お笑いのね、映像見たりとか、いろいろあると思うんですけど、基本的には娯楽なわけですよ。で、そこに勉強動画で入ってって、本当にバカにされたの。多分みんなが想像する何倍も。でもね、最初は誰も応援してくれなかったけど、信念持って突き進んでやってったら、必ず誰かが応援してくれんだって。そこで誰かが応援してるよって、ありがとうとかいろんな言葉をくれる。だからみんながこれから、まあ今もね、今夢ある子もいるかもしれないけど、これから何かの夢を持った時に、何か叶えたいものが、なりたいものができた時に、本当に邪魔をする人はたくさん出てくるから、それに対して。けれど、気にせず、気にせずって言い方はおかしいけど、突き進んでいってほしい。で、そうやって生きてったら、全員が全員叶うわけじゃないんだよ、夢が。正直、今俺今度31人、明後日なりますけど、自分の周りもそうだし、夢叶う人の方が圧倒的に少ないんだよね。大人になったらわかる。叶わないんだよ、なかなか。でも、叶わない人が全員不幸じゃないんだ。それはね、自分の夢が叶わなくても、自分の信念持って突き進んでいったら、夢ってのは変わっていくからさ、形は。夢が変わっていったり、どこかで妥協はしたかもしれないけど、でも自分の道を突き進んだ、やりきったって思って今の場所に立ってる人はやっぱり生き生きしてんだって。みんなの周りにいるかわからないけど、すごい生き生きして生きてる人っているんだよね。それは年齢なんて関係ない。学生でもそう、20代30代、おじいちゃんおばあちゃんの中でもそう。なんでこんなにニコニコしてるんだろう、なんでこんなにキラキラしてるんだろうって人いっぱいいるんだよね。で、そういう人になる人っていうのはやっぱり信念があるんだよ。どんな小さいことでも構わない。そう。で、ぜひみんなにはそれをこうね、よく夢がなくて困りますとか、夢がないのダメですよねとか相談も受けるんだけど、いいじゃん、なくたっていつか見つかるよ。けれど、いつか見つかるって言葉曖昧だから不安になっちゃうんで、もしちょっと頑張れるんだったら、いろんなことにチャレンジしてごらん。先入観持たずに。私これ向いてないしとか、俺こういうの合ってないと思うんだよねとか、こういうの苦手なんだよねとか、そんなんやってみなきゃわかんねえって。俺の高校2年ぐらいまでの俺を知ってる人は、俺が教育になるなんてみじんも思ってないよ、きっと俺の友達。なぜなら俺先生大っ嫌い人間だったから。学校の先生大っ嫌いだったからね。ちょっと先生に悪口とか言っちゃうような生徒だったし。でもいろんなことがあって、今教育に一生捧げるって決めてる人間になってる。人は変わるから。そう。で、さっきね、ちょっと話を戻すと、みんながね、そうやって突き進んでてほしいと、自分の信念持ってね。で、信念持ってやってったらなんか変わるんだなってところを俺は見せるから、絶対に。まだまだ見せきれてないからさ。でも27で始めたこの YouTube の活動、もう31になるわけですよ。本当にね、たくさん泣いたんだよ、この4年間。本当にいろいろあったから。でも苦しみながらだろうが、泣きながらだろうが関係ない。子供たちのためになることを必ずやっていくんだって決めて、そこだけは必ず曲げずにやってきて、で一応こうやって形になってる。今生放送やってて263人の人が見てくれてんだよ。ありえないんだ、4年前の俺、塾講師の時の俺なんか絶対こんなことなんない。
ここまで来れたのは今ここに来てくれてる方もそうだし、この放送をね録画したやつを見てくれてる方もそうですけど、本当にたくさんの人に支えられてここまで来たから、そうだからみんなにさっき言ったように信念持ってって話をしたでしょ、突き進んでほしい。でもその時に忘れないでほしいのは、いろんな人への感謝の気持ちを忘れずに言ってほしい。人はうまくいっていたりするとどうしてもおごりの気持ちが出ちゃう。いやいや、ラッキー、いけるいけるみたいな。でもそうじゃなくって、辛い時もうまくいってる時もいろんな人に感謝の気持ちを持って生きててほしいなと思いますですねで、ちょっとだけ話変わるんですけど、その生きていく中で辛いことがたくさん起こる時が来るんですよ。でこれはですね、去年の卒業式、このねダラダラジの卒業式も、一昨年の時も、一昨年からずっと話してる言葉があって、自分が大事にしてる言葉、今年も喋ろう、それは決めてたんだけど、それが人生っていうのは 51% の幸せと 49% の不幸でできてると俺は思ってる。ほとんど同じなの。 51% って 49% だからね、人生の半分ぐらい不幸かよみたいな感じかもするね、感じもするかもしれないけど、でも大事なことは51と49で絶対幸せなことの方が多いんだ。じゃなきゃ生きて割が合わないと思ってたよ俺は。いやもっとね幸せなこと多いこともいる、多い方もいるかもしんないけど、うん、だからうまくいかなかったりとか生きてることが嫌になることもあるかもしんないこの先。でもそうなったとしても絶対いいことが待ってんだって、この後にそれが来る布石でしょって、今我慢時だよね、踏ん張りどころでしょって思ってほしい。俺はこの4年間本当に幸せな日々を送らせてもらってて、いやしんどいこともあったよ、あったけど、俺こんなにありがとうもらったことないこの4年間で。成績上がりましたって、勉強できるようになりましたって、おそらく普通に塾講師としてじゃなくたとしても会社勤めで生きてたらこんなことにはならなかったと思うし、そうだね、だからいじめがあって俺の場合は、でまあね知ってる方の方が多いと思うんで、ちょっとうつ病みたいにもなってたわけだよ、病気にもなっちゃってたし薬も飲んだりしてたからね、本当にしんどい7年ぐらいそれで苦しんでたけど、その反動が来てると思ってる俺は細かい不幸せはあるけど、しんどい時ほどすげえちっちゃな幸せに目を向けた方がいい。足元にいっぱい転がってんだって、ちっちゃい幸せぐらい。宝くじ当たることが幸せじゃない。いや幸せだよ、もちろんお金が手に入るから、それはね、めちゃくちゃ大きい幸せをゲットできる人なんてほんの数パーしかいないわけだから。でも身の回りにちっちゃい幸せがない人なんて絶対いないんだって。だからしんどい時絶対来るから、生きてたら。なんでこんな思いしなきゃいけないのみたいな、自分が。うん、でもそれはいいことが起こる布石だから。でもし耐えられなくなったらおいで、話聞くからいつでも来いね。そうと思います。いやー15分経ちますね。本当はいろいろものちょっとね今思いつくことあるんですけど、おそらくダラダラなっちゃうんでこの辺で締めようかなと思います。最後にまあなんだろうね、卒業式ということじゃないんだけどさ、うん、みんな本当にありがとうございました
今はコメントも返せなくなっちゃったし、全部でも見れる範囲はね、たくさん見させてもらってて、すごいあったかい言葉がいっぱいあるわけですよ。いや、ほんとみんながいなかったらね、続けらんなかったよ、ここまで。だから俺の教育の原点は、ある女の子、教育実習の時に出会った女の子から始まってるから、俺の教育はね。でそこがスタートだけど、ずっと子供たちに救われながらここまでやってきてるのね。今そこあって聞いてくれてる一人一人のみんなの頑張りとか思いとか、それに支えられないとやっていけないしような、本当に弱いね、弱いおっちゃんなんですよ。すぐ悩むし、すぐ迷うし。でもさっきも言ったように、迷いながらだろうがなんだろうが、諦めることは絶対にしないから、自分が作りたいもの、それが教育っていう真面目な分野だとしても、できることはあると思ってるから、俺は俺の道でこう突き進んでいくんで、みんなはみんなの道を突き進んでください。そしてたくさん笑ってください、たくさん楽しんでください、そして最後に幸せになってください。で、欲を言うんだったらたった一人でいいから、最低一人でいいんで、誰かを幸せにできる人になってください。それが俺の願いですはい、長くなりましたけど、ね、これで終わろうと思います。じゃあ締めましょうじゃあ今回はね、愛知のダラダラジオ第133回、平成27年度卒業式ということでお送りさせていただきました。このね、録画分を聞いていただいている方、そして今ね、生放送にお付き合いいただいた方、本当にありがとうございました。頑張ります。ひとまず俺頑張るから。みんなも新しいところに行っても頑張るんだよ。応援してるからね。はい。では、次回のダラダラジオでまたお会いしましょう。それじゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。